コンピュータアニメーション。コンピュータアニメーション。A。コンピュータアニメーションとは、コンピュータを使って動画を制作する技法、またはコンピュータで制作されたアニメーションである。コンピュータグラフィックスとアニメーションの一部である。3次元コンピュータグラフィックスを使ったものが増えているが、2次元コンピュータグラフィックスによるものは、帯域幅が小さく、リルタイムのレンダリングが必要な場合によく、 使われている。アニメーションとしての表示は、コンピュータ上で行う場合もあるが、映画などの他のメディアで利用する場合もある。映画の場合はこれを CGI、コンピュータジェンダーイテッドイメジャリーとも呼ぶ。動いているように見せかけるため、コンピュータディスプレイに一つの画像を表示すると素早く、別の少しだけ変化した画像を表示する。この技法は、 テレビや映画で動いているように見せるのと同じ方法である。コンピュータアニメーションは立体模型を使ったストップモーションアニメーションや平面のイラストを使った普通のアニメーションをデジタル化したものということができる。三次元アニメーションでは物体模型はコンピュータディスプレイ上に作られ三次元の人物には仮想骨格を使う。二次元の人物のアニメーションでは 物体群、イラストが別途用意され、透明なレイヤーを使い、仮想骨格を使うこともある。そして、手足、目、口、衣服などを骨格に付与し、人間、アニメーターがキーフレームを作成する。キーフレーム間の際はコンピュータが自動的に計算する。この処理を遠いイーニング、またはモーフィングと呼ぶ。最後に、アニメーションがレンダリングされる。三次元アニメーションでは、 モデリングが完了してから全フレームを描画する必要がある。二次元アニメーションでは描画はキーフレームを描く工程であり、キーフレーム間の保管、遠いイニングは必要に応じてレンダリングする。リアルタイムでない場合、描画したフレーム群は映画のフィルムやデジタルビデオなどの各種フォーマットに変換され、リアルタイムにフレームを描画し、そのままエンドユーザーに提示する場合もある。 インターネット経由で低帯域幅のアニメーションを転送する場合、エンドユーザー側のコンピュータ上のソフトウェア、Adobe Flash や X3D がリアルタイムのレンダリングを行う。一方、高帯域幅のアニメーションは事前にデジタルビデオ形式に記録しておき、ストリーミング方式で転送する。右のアニメーションでは、まず画面を黒などの背景色で塗りつぶす。次にヤギを、 画面の右に描く。そして画面を再び背景色で塗りつぶし、ヤギを前より若干左の位置に描く。これを繰り返すとヤギはゆっくり右から左へ移動して見える。繰り返しの速度が十分速ければヤギがスムーズに左に動いているように見える。この方法は映画やテレビの動画でも使われている。この例は物体の位置をずらすものだが大きさや 形状や、照明や色を変化させるようなより複雑な変換を行うには、単に再描画を繰り返すだけでなく、ある程度の計算とレンダリングの技術を要する。目と脳に物体がスムーズに動いていると、錯覚させるには、画像を、毎秒12枚のフレームレート、FPS 以上の速さで描画する必要がある。フレームとは1枚の完全な静止画像である。 毎秒70フレーム以上になると脳の知覚限界に達し、それ以上リアリティやスムーズさが向上しなくなる。毎秒12フレーム未満では多くの人々がフレームの切り替わりに気づいてしまう。一般的な手書きのアニメーションは毎秒15フレーム程度を、日本のテレビアニメは8フレーム程度が主流にしてセルの描画枚数を抑えているが、これは アニメの様式化した描き方だからこそ可能などである。コンピューターアニメーションの生成する画像はそれよりもリアルであるため、もっとフレームレートを上げないとリアリティを生み出せない。素早くフレームを入れ替えるとスムーズに動いて見えるのは残像現象があるからである。目と脳は瞬間ごとの画像を記憶し、それらを自動的に平滑化している。映画は一般に 毎秒24フレームで連続的な動きとして見せるにはその程度で十分である。ほとんどの3次元コンピュータアニメーションシステムでは、アニメーターはまず骨格や棒人間のような単純化したもので人物を表現する。骨格モデルの各部分の位置はアニメーションベリアブルズ、アニメーション変数の位、またはで定義される。人間や動物を描く場合、 骨格モデルは実際の骨格と対応していることが多いが、同じ手法、骨格とそれを覆う表面を他の動く物体の描画に使うこともあり、例えば顔面の描画に使われる別の手法もある。映画トイストーリーのキャラクターウッディには全部で700のアバールを使っているが、そのうち100のアバールは顔面用である。コンピュータはレンダリング時に骨格を描画するわけではなく、 骨格モデルを使って人物の向きや位置を正確に計算し、それを使って画像に描画する。従ってアバールの値を変化させていけば人物に動きを与えることができる。リアルな動きを得るためのアバールの値の生成方法はいくつかある。古くはアニメーターがアバールを直接操作した。全フレームでアバールを設定するのではなく、 いくつかの戦略的時点のフレームについてだけアバールを設定し、それ以外はコンピュータに保管させる。これをキーフレーミングという。キーフレーミングではアニメーターが動きを制御できる。これは手書きのセルアニメの手法をデジタルに持ち込んだものと言える。対照的にモーションキャプチャーという比較的新しい手法では実写の動きを利用する。モーションキャプチャーで コンピューターアニメーションを動かす場合、実際に画像処理のためのマーカーを身につけた人間がアニメ化されるキャラクターのようにシーンを演じる。マーカーの動きをビデオカメラを使ってアバールとして記録し、記録されたアバールをコンピュータ上でアニメ化されたキャラクターに適用する。どちらの手法も一長一短であり、2007年現在、 ゲームや映画の制作ではどちらかの方法を採用するか、場合によっては両方を組み合わせて用いる。キーフレームアニメーションは人間が演じるのが困難、または不可能な場合に適しており、モーションキャプチャは人間の演者の微妙な動きも再現できる。例えば2006年の映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、デッドマンズ・チェストでは、俳優ビルナイがデビー・ジョーンズというキャラクターを演じた。 内自身は映画には顔を出していないが、彼の演技を記録することで微妙な動きや表情などがそのキャラクターに付与されている。したがって、モーションキャプチャはリアルな振る舞いや動きが必要な場合に適しているが、演じるキャラクターは単に衣装や特殊メイクでは実現できないものである。コンピュータアニメーションは、コンピュータとアニメーションソフトウェアで作成する。アニメーションソフトウェアの例として、 アート・オブ・イリュージョン、ポザー、ブライス、マヤ、アニム八王、ブレンダースリ 3D、トルース・プース、ライトウェイブ、サンディエスマックス、ソフティ・ミッチ XC、アドビフラッシュ、二次元などがある。これら以外にも様々な製品があり、ターゲットとする市場によって価格も様々である。低価格の製品でも印象的なアニメーションを作れるが、一般的なパーソナルコンピュータでは、 レンダリング過程で多大な時間を要する。そのため、ゲームでは、家庭用の一般的な価格帯のパーソナルコンピュータでもレンダリングができるよう、解像度やポリゴン数の上限を低くして制作する傾向がある。その場合、写実的なアニメーションは望めない。映画やテレビやゲームのムービー部分は、写実的なアニメーションが多い。そのような、フルハイビジョン画質である 4K 解像度画質など高品質のアニメーションを家庭用のパーソナコンピュータ上で作ろうとすると2015年現在でも相当の時間はかかる。そこで画像処理に特化した強力なワークステーションを何台も使う。グラフィックスワークステーションは2個から4個のプロセッサを搭載しレンダリング性能も強化されている。多数のワークステーションをネットワークで 相互接続したものをレンダーファームと呼ぶ。このような設備を使うことで全編がコンピューターアニメーションの映画でもだいたい1年から5年の期間で制作できる。この期間はレンダリングにかかる時間だけで、はい1台のワークステーションは2000ドルから16000ドル程度で高価なものほど最新技術が採用されていて高速である。 ピクサーアニメーションスタジオのレンダーモンは映画用アニメーション制作に広く使われているソフトウェアであり、競合するソフトウェアとしてドイツ製のメンタル例がある。ピクサーの公式サイトでは5000ドルから8000ドルでレンダーモンを販売している。Linux、Macs、Windows 上で動作し、Maya や Softimitch XG といったアニメーションプログラムと共に使いする。その他に映画用デジタルカメラ、 モーションキャプチャ機材、クロマキー機材、編集ソフトウェア、プロップなどといった機材や設備を映画などの制作に使用する。コンピューターアニメーションの課題の一つとして人間を実写のように描くということが挙げられる。コンピューターアニメーションを使った映画に登場するキャラクターは動物だったり、ファインディングにもアイスエイジ、森のリトルギャング、ファンタジー的なキャラクターだったり、シュレック、 モンスターズ・インク、擬人化された機械だったり、カーズ、ロボッツ、ウォーリー、漫画的人物、ミスター・インクレディブル、カール・爺さんの空飛ぶ家、ルイスと未来泥棒だったりすることが多い。映画版、ファイナル・ファンタジーは実写のように人間を描こうとした、最初のコンピューアニメーション映画とされる。しかし、人間の体や動きなどは極めて複雑であり、 人間のリアルなシミュレーションにはまだ課題が多い。この分野での最終目標の一つは、実写レベルのリアルな人物を生成し、ソフトウェアのみで映画を制作できるようにすることである。映画を見た人が、それが、コンピューターアニメーションなのか実写なのかわからないレベルになれば、目標を達成できたと言えるだろう。現在、三次元コンピューターアニメーションは、 写実的な方向性とそれとは反対の方向性に分かれている。写実的な方向性のコンピュータアニメーションは実写のような写実性を求める方向、モーションキャプチャーで動きをつけるのが典型的と様式化した写実性の方向がある。実写的写実性はファイナルファンタジーが達成しようとした方向であり、将来的にはダーククリスタルのようなファンタジー映画を 人形やアニマトロニクスを使わずに実現することになると考えられる。アンツは様式化した写実性の方向の例であり、将来的にはティム・バートンのコープス・ブライドのようなストップモーションアニメーションを代替する可能性がある。これらはいずれも完璧には至っていないが、今も進化し続けている。写実性を求めない漫画的な方向は既存のアニメーションを発展させ、 三次元化したようなものでないウールド面の伝統を受け継いでいる。写実的コンピューターアニメーションのフレームは写真のようであり、漫画的コンピューターアニメーションのフレームは絵画のようである。より単純な見た目を生成するトゥーンレンダリングと異なる。二次元コンピューターアニメーションでは動く物体をスプライトと呼ぶ。スプライトは対応する位置を持つ画像である。スプライトの位置を フレームごとに微妙に変化させ、それによって動きをつける。以下の疑似コードは、スプライトを左から右に移動させるものである。最近のコンピュータアニメーションでは、動きをつけるのに別の技法を使っている。最も多いのは、複雑な三次元ポリゴンを数学的に操作し、それにテクスチャマッピングを施し、照明などの効果を与え、 最終的な完全なイメージをレンダリングする。アニメーションの動きを作成するのに洗練されたグラフィカルユーザーインターフェースを使うこともある。別の技法として規則的な形状にプール演算を実施する CSG 表現で物体を定義する方法があり、任意の解像度でも正確なアニメーションを生成することができる。木製の平らな壁で囲まれた部屋の真ん中に、 灰色のピラミッドがあるという単純なイメージを考えてみよう。ピラミッドには照明が当たっていて表面に輝いている点がある。壁、床、天井はそれぞれ単純なポリゴン。この場合は区形である。区形の頂点の位置は X、Y、Z の三つの値で定義される。X は左右の位置、Y は上下の位置、Z は奥行きを表す。視点に、 最も近い壁は4つの点。それぞれに、X、Y、Z の値があるで定義される。以下はその壁の定義を表現したものである。視点から最も遠い壁は次のようになる。ピラミッドは5つのポリゴンで構成される。区形の底辺と4つの三角形の側面である。このイメージを描くため、コンピュータは3次元のデータで定義されたものを2次元の画面に投影するための形をする。 まず、どの地点から見た情景を描くか、すなわち視点を決める。ここでは、部屋の中の床より、若干高い位置に視点を設定し、正面にピラミッドが来るようにする。コンピュータはまず、どのポリゴンが見えるかを計算する。近い壁は、視点の後ろにあるため、全く表示されない。また、ピラミッドの反対側の面は、隠れていて見えない。 次に各点を画面上に遠近法を考慮して投影する。遠くにある壁は画面上では近い壁よりも小さくなる。壁が木製に見えるようにキメのテクスチャをその上に描く。この時に使う技法としてはテクスチャマッピングが一般的である。キメのパターンを壁の見た目の形状に合わせて変形した上でタイル、または壁紙のように並べる。ピラミッドは灰色なので、 その表面は単に灰色にする。しかし、照明の効果を再現する必要がある。照明が当たっている面は明るくし、影になっている部分は暗くする。以上のようにして、完全な情景を画面上に描く。ピラミッドの位置を表す値を徐々に変化させると、ピラミッドが動いているように見せることができる。 全編 CGI による短編映画は1976年頃から制作されていた。その後、特に SFX の技法としてのコンピュータアニメーションの一般化により、特にアメリカを中心として映画でのコンピュータアニメーションが急激な発展を遂げた。最初のテレビ向けの完全なコンピュータアニメーションのシリーズはリブート1994年、最初の映画は トイストーリー1995年である。その後の2000年代までの主な作品を以下に列挙する。YouTube などのサイトではユーザーが自作の動画を投稿できる。そこに Windows Movie Maker などのユーティリティを使った自作のアニメーションを投稿するアマチュアのコンピュータニメーターが増えている。プロ用のアニメーションソフトウェアにも使用版があり、制限付きで 教育目的や非常用目的で使うことができる。フリーウェアのアニメーションソフトウェアも存在する。最も簡単なアニメーション制作法としては GIF フォーマットによるアニメーションがあり、専門サイトでなくとも容易に公開できる。建築においても3次元アニメーションモデルを使うことがある。従来、手書きの絵で設計をイメージ化していたが、それよりも正確なイメージが得られる。 コンピュータアニメーション化することで建築物と周囲の環境や周辺の建物との関係を把握することが可能になる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。